グレン・カーチスグレン・カーチスは、アメリカ合衆国の航空に関するパイオニアであり、現代の航空機メーカーの一つ、カーチス・ライト・コーポレーションの礎となった、カーチス・エアロ・プレーンモーター社の創業者でもある。カーチスはその履歴において、特許をめぐって争ったライト兄弟最大のライバルとして知られてもいる。ニューヨーク州、ハモンド・ボート生まれ、4歳の時父。 フランクリッチ・モンド・カーティスが亡くなり、一家は、決して裕福とは言えなかった。高校卒業後コダック社に入社するも退職し、自転車競技選手に転じた。その後、金融業のウエスタン・ユニオン社で、メッセンジャーとして働いていたが1898年3月7日に、レーナ・パール・ネーフと結婚をしたことを機に、自転車ショップ経営を始めた。 内燃機関が容易に調達できるようになると、オートバイに興味を持ち、トマトスープの缶をキャブレターに流用した、自作の短気筒エンジンを搭載したオートバイの製作、販売を開始した。自身の手によるオートバイで1903年には64マイルパーアワーの当時のスピード世界記録を樹立し、1907年には、自身の設計による40馬力の 4000ccv。 8エンジンを搭載したオートバイでこれを136.36マイルパーアワーまで更新した。この時点で、カーティスはアメリカナンバーワンのエンジン製作者の地位にあった。なお、この時に彼が乗ったオートバイにはブレーキがついていなかった。1906年8月、トム・ボールド・ウィンと連れ立って出かけた飛行船旅行で、オハイオ州デートン市を訪れた際、ライト兄弟を訪問して、 航空エンジンとプロペラについての意見を交換し合った。1907年にはクレアムベルに壊れて AEA、e、設立に加わった。これはカーチスがすでにアメリカで最も洗練された小型軽量エンジンを製作していたためであった。1908年7月4日にはカーチス製作による飛行機ジューンバグが彼の生誕地であるハモンズポートで飛行に成功した。 こうしてカーティスは動力付き航空機で空を飛んだ二人目のアメリカ人となったのだが、当時ライト兄弟の初フライトや飛行テストは飛行式扱いであったため、彼とジューンバグが公認されたアメリカ初飛行となった。彼はアメリカ飛行機クラブからパイロットのライセンスを受けた第一号となった。飛行テストに先立つ1908年6月20日。 ライト兄弟はカーチスに対し、ジューンバグが兄弟所有のタワミツバサの特許を侵害している、胸の警告書を送っていた。しかし事実上これを無視し、1909年3月20日に、カーチスは自身の航空会社、ヘリングカーチス社を設立して、飛行機の製作を開始した。8月にライト兄弟は、提訴、1910年1月の裁判でカーチスは、 敗訴し会社は倒産の浮き目を見た。しかし6月の控訴審で判決は覆り、会社は再考された。さらに1914年、ライト兄弟と構想状態にあった、スミソニアン博物館のチャールズ・ウォルコットと手を組み、カーティスは1903年に失敗した、サミュエル・ラングレー製作の飛行機、エアロドロームを水蒸気に改造し、6月2日に飛行試験を成功させた。 これはカーチスにとっては特許紛争を有利に運ぼうと、ウォルコットにとってはラングレーの名誉を回復するために画策されたものだった。しかしながらカーチスによるこの改造はほとんど原型をとどめないほどに徹底したものであり、これをもってラングレーはライト兄弟よりも先に飛行可能な機体を開発していたと主張することは不当であると後に認められている。 その後も、カーチス・トライト兄弟の争いは続いたが、1917年の第一次世界大戦への参戦を契機に、アメリカ政府の主導により航空機製造業協会が設立され、同協会による航空機関連特許の集中管理が実施されたことで、終止符が打たれた。その背景には、軍事用として飛行機が注目されていたことがあった。カーチス自身、 1910年には、すでに彼が製作した、ゴールデンフライヤー号改良型が、偵察巡洋艦バーミンガムから、初の艦載切り陸を成し遂げており、1911年には、飛行艇を完成した功績を認められ、第1回コリアーズ賞を受賞していた。1917年、カーティスは、陸軍用戦闘機の製造に関する契約を、アメリカ政府と結んだ。 1929年、カーチス設立の航空会社とライト兄弟設立の会社は合併し、カーチスライトコーポレーションが設立された。1909年8月、フランス飛行機クラブが主催し、ランスで開催された、世界初の航空競技大会、グランデセメーヌ・ディ・アビエーションに出場。1 0トルのコースを平均時速46.5マイルパーアワーで完走し、 2位のルイブレリを6秒差で抑えてゴードン・ベネットカップ優勝をさらった。1910年5月29日にはオールバニからハドソン側に沿ってニューヨークに至るフライトを成し遂げジョーゼフ・ピューリザーから1万ドルの賞金を授与された。平均時速は約55マイルパーアワー。距離137マイルを2時間33分かけて航行した後、 マンハッタン島上空をめぐり、締めくくりとばかりに、自由の女神像を旋回する余裕を見せた。その後もカーチスは、曲芸飛行を披露する巡業を行ったり、飛行技術学校を創立するなど、航空分野で多大な貢献を残した。1930年、カーチスは、中水炎手術を受けた後の複合症を併発し、バッファローで死去。故郷のハモンドボートに埋葬された。 1990年、アメリカモータースポーツの殿堂入りを果たした。ありがとうございます。